重厚感があって非常に重いです。皆さんこんにちは、トゥリー&ノースの徳本です。今日はですね、僕が最も思い入れの強い作業機の一つ、オフセットシュレッダーのご紹介をしたいと思います。今日こいつをね、僕は本当に黄色い悪魔と呼んでますが、こいつの魅力をしっかりと紹介させてもらった上で、実際2つの補助でこいつの実力を検証します。一つはものすごい草の生えた鶏飯の粉砕処理と、あとは実際にこの増木をですね、この機械で粉砕してみたいと思います。それでは最初の大きな特徴の一つを紹介したいと思います。でこのオフセットシュレッダーはイタリアにあるフェリーシャの ZMT2000 という、モデルです。でまず最初にこだわったのがこのハンマーナイフがあるかどうかですね。で海外のこのシュレッダーのハンマーナイフはもう見ての通りですね、非常に重厚感があって非常に重いです。この刃が高速で回転することによって草はもちろんですけども、ある程度もう10センチぐらいの太さの木も全て粉砕してしまうと。そういうパワーがあります。でまず、この粉砕力っていうのが、きっちり備わってるかっていうのが最初の大きなポイントでした。なんで刃にそこまでこだわるかっていうとですね、ここに以前僕たちがずっと使ってた、これはニプロさんのフレールマーというですね、これも同じように草を粉砕する機械なんですが、これ見てください。一般的に国産のモアはですね、こういったユニバーサルナイフといって、少しこう湾曲になったものが基本的にはレギュラーになっていますが、その刃の大きさとか重量っていうのがですね、海外のものに比べてかなり軽くなってしまうので、やっぱ粉砕力がどうしても劣るというのと、あと結構ね、これ刃がやっぱちびちゃうんですよね。で、ワンシーズンだいたい使うと、刃を交換しないといけないということになるんですが、さっき見てもらったハンマーナイフはもうかなり、しっかりした刃なので、これ3シーズン使ってるんですが、まだ全然刃を変える兆候がないという形ですね。で、これでね、結構僕らも作業してたんだけど、実際じゃあこれでソルゴを砕いてみると、本当に1メーターぐらい伸びたソルゴだとですね、もう1センチぐらいの茎になるんだけど、1回じゃ砕けないんですね。もうすぐ巻き込んじゃって、どうしてもそのパワーが足りないと。で、実際畑に浅くかけて、実際もう3億ぐらいしてですね、やっとソルゴを砕くとかですね、いう状況になって、やっぱりもっと粉砕力がある、マシンが欲しいなというところで、いろいろとですね、海外の動画とか見てたら、やっぱり全然違うその、パワーのモール、あるですね、シュレッダーモアがあるっていうのを知りましてですね、で、このハンマーナイフを、フェリーシャのハンマーナイフを導入したと。いう経緯があります。次のポイントはですね、この油圧系統を使って屋内でしっかりとこの作業をオペレーションできるというところです。で、ご覧いただけますでしょうかね。ここで、このトラクターは一応油圧が3系統ついてて、全部使ってるんですが、このオフセットシュレッダーは油圧の2系統を使って、で1つの油圧系統でオフセットを調整するのと、もう一つの油圧で、このシュレッダー自体の角度を調整するという形になっています。で、その作業自体は、このキャビンの中にあるですね、ここに油圧が3本、レバーがあるんですが、この2本を使って、この中で実際操作するということですね。で、このキャビンの中でできるということなんで、例えば夏場の草刈りなんかは日中はですね、手作業だとやっぱりもう炎天下の中でできないわけなんですが、このキャビンの中だと夏場だともうエアコンガンガンに耐えてですね、中で夏場でも時間を選ばずに除草作業ができるというメリットがあります。ちょっと細かい点なんですけど、このギアボックスが、このベルトのケースより外側にあるか、要は本体の作業機の外側についているかっていうのも重視しました。これがですね、内側にギアボックスがついているモデルもたくさんあるんですが、そうなると実際のその外にオフセットする幅がこの分だけですね、減ってしまいます。ですので、実際ここ作業機があってベルトがここ2本あって、その外にギアボックスがついていることによってしっかりオフセット幅が確保できるということも、重要視しました。
最初の圃場に来ました。で、ここはご覧の通りですね、かなり草丈が、もう高くてしっかり伸びた、圃場になってます。もうご覧の通り僕の背丈近く、伸びてしまってます。で、もうこうなってしまうと、この手刈り作業でもかなり労力を使えますし、この前ご紹介したスパイダーモアとかですね、あの辺だともう一切刈ることができません。ですが、このオフセットシレッダーですとね、もう1メーターだろうが2メーターだろうが、全部このハンマーナイフが粉砕してくれます。なので、今日はその作業の様子をご覧いただければと思うんですが、ここの圃場は一応100メーターの約この長さになっていて、で、ここちょっとわかりづらいんですけど、草伸びすぎてて、ここ約2メーターのこの下、軽板に乗りメインがなってます。なので、まず最初にこの天板を買って、その後に、オフセットをしてですね、この実際のり面を刈るという作業の様子をご覧いただければと思います。はい、今最初の圃場を作業しました。まあ、ご覧の通りですね、この100メーターの2メーターのこの軽板がですね、もうほとんど10分かかってないですね。かからずトラクターの中に乗ってるだけで作業ができます。これ手刈りだとね、もう実際に本当に2、3時間かかってしまうようなぐらいの、量なんですけど。さらにあれだけ1メーターぐらいあった草がもう全部このように粉々に粉砕されてますので、この後のやっぱ分解も早いですし、何よりも仕上がりが綺麗ですよね。ですので、これが、オフセットシレッダー、いわゆるハンマーナイフのパワーですね。2番目の圃場に来ました。皆さん、ご覧ください。あそこに木があります。邪魔な木ですね、見たからに。道路に少しずつせせり出てますし、田んぼには結構枝が出ていて、実際の下、田植えができてません。この木をですね、このオフセットシレッダーで粉砕してみたいと思います。はい、実際木の下に来てみました。で、今回オフセットシレッダーで粉砕するのはですね、この道路側のこの辺りですね、道路側に出てるこの枝を含めて粉砕してみたいと思います。で、実際ですね、どれぐらい粉砕力があるって、これ多分ね、もう握れないぐらいなんですけど、これぐらいの太さであればオフセットシレッダーで粉砕します。で、これぐらいになるとちょっと厳しいかなと思うんだけど、ほんと実際これぐらいの増木であれば問題なく粉砕しますんで、まあ、今回は道にせせり出てる邪魔になるようなところをですね、オフセットして作業してみたいと思います。
先ほどの増木をですね、オフセットシュレッダーでやってみました。まあ、ご覧のかなり荒漁師になっております。まあ、実際は多分これはチェーンソーとかで切った方が早いんですが、まあ、今回はですね、皆さんにこの増木をいかに粉砕するかというのを見ていただきたくですね、かなりまあ無理くりやっつけた感もありますが、でも実際砕くことができましたんで、その様子はしっかりご覧いただけたらと思います。はい。というわけで今日はですね、このオフセットシュレッダー、フェリーシャの ZMT2000 の実際のパフォーマンスをご覧いただきました。やっぱりね、このハンマーナイフっていうのが僕の中ですごく大きいですね。まあ、どんな状態でも粉砕してしっかりと作業できるっていうことが非常に我々にとっては大きな魅力になっています。まあ、皆さんもね、いろいろ、まあ、国産のモア含めたり、あと海外のシュレッダー、あとまあ、ブームモアとかもありますね。いろいろ皆さんもね、こういうシュレッダーに関してうんちくおすすめ、あると思いますので、またどしどしコメントの方にも寄せていただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。